はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンライン上で税理士を雇うということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南と言います。本日の動画のテーマはこちらです。ふるさと納税についてです。本日の目次はこちらになります。ふるさと納税について、商品の選び方のポイントについて、上限額について紹介して、最後、ふるさと納税のデメリットと注意点を紹介しますので、動画の方、最後までぜひ見ご覧になってください。はい、それではふるさと納税について説明していきます。本日の目次はこちらの流れの方で紹介していきますね。はい、まず、ふるさと納税について説明したいと思います。こちらは、2000円の手数料を払って、で特産品が手に入るっていう風なイメージをしてもらうと分かりやすいかと思います。まあ、応援したい自治体に寄付をするという形ですね。例えば住んでいた県や自分のね地元の県に応援したいっていう場合ではそちらの自治体に寄付するというのもありです。で寄付金控除になりますので節税になります。どういうふうに節税されるかというと、所得税と住民税がダブルで下がります。で、そのでふるさと納税をおすすめしてくるわけです。私ももちろんふるさと納税しています。どうしてお得になるかというとね、ちょっと一回やってみないと腑に落ちない点あるかと思うんですけども、まず2000円の手数料だけ払って、特産品が届いて、所得税と住民税が下がって節税につながるという点だけ分かっていただければ、ふるさと納税は OK かと思います。図でね紹介したいと思います。ちょっとね図で見るとね分かりやすいかなと思います。でふるさと納税の手順がありまして、持ってきた引っ張ってきたこう参照サイトを URL の概要欄に貼っておきますので、そちらの方からも確認してください。でふるさと納税の手順なんですけど、これが自分たちですね。ふるさと納税をした。ここがね、自分のポジションだと思ってください。そして、ふるさと納税をしますよね。選んで。と、ふるさと納税先の自治体から、この受領証ということで、寄付金控除の証明書が送られてきます。大体1、2週間前後、まあ、もうちょっとかかる自治体さんもあるんですけども、すぐに来るところは1週間以内に届きますので、必ずそれは捨てないで保管しておいてください。寄付金控除証明書を確定申告で、添付するんですね、書類を。で、税務署に出します。そうすると、そこでふるさと納税を行った分の所得税からまず控除されます。で、税務署に提出した確定申告の情報が各市区町村にデータが行くんですね。で、ふるさと納税を行った翌年分の住民税からその分が減額されて、住民税の方の請求が行くというな流れになっています。だからこうふるさと納税をすることによって所得税の控除と住民税の控除ダブルで受けることができます。これがふるさと納税のお得な点です。もう少しね図を紹介したいと思います。こうねふるさと納税をね例えばね1万円分しました。と自己負担分が2000円。まあ、先ほど言ったように2000円の手数料がかかるイメージで言ってくださいっていうことですね。この自己負担額が2000円あります。その残りが控除額となって、所得税からの控除と住民税からの控除がダブルで受けれるってことです。で所得税の方は、ふるさと納税を行った年、所得税から控除を引かれるので、その年の節税になります。住民税の方は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されるので、少し遅れてくると思ってください。このようなイメージでいていただけると、ふるさと納税分かりやすいのではないでしょうか。これね、それぞれね、いくら控除されるんですかとか、住民税いくら安くなるんですかって聞かれるときあるんですけど、とそれぞれいくら稼いでいるか、まあ、会社員としていくらもらってるか、自営業としていくら稼いでいるかによって、税額が違いますので、いくら安くなりますよって言えないんですけども、その計算方法っていうのが載ってますので、URL 概要欄に貼っておきます。そちらの方で確認していただいて、そこまでね、計算しなくても、ふるさと納税というのは、こういうふうに、自己負担分2000円払って、その分控除額があって、所得税と住民税で、両方からダブルで節税できるということが分かっていただければ OK かと思います。それでは皆さん、気になるポイントですよね。これ、おすすめの選び方です。たくさん商品あるんですよ。本当にたくさんの商品があって。サイトもたくさんあります。さとふるさんとか、ふるなび、楽天がしてるさと、楽天がしてる、ふるさと納税など、たくさんのサイトがありますので、まあ、自分でね、いくつか見ていただいて、サイトをまず選びます。で、その中からさらに商品を選ぶってなると、種類が多いと思ってください。で、選びきれないんですよね。なので、ちょっとね、今日はおすすめの選び方として、順番に上げていきたいと思います。まず、おすすめの選び方一つですね。これは生活必需品を選ぶという方法です。お米とか、あとお酒を飲むとか、必ず使うもの、消耗していくものを
ふるさと納税で選ぶというのは一つの方法です。これやはり人気ナンバーワンはお米ですね。お米は間違いなく皆さん日本人だったら基本食べると思うので、あとお酒飲む方とかね、ビールは絶対毎日飲むって方はビールを選ぶっていう、お酒を選ぶとかワインを選ぶっていう方もいるかと思います。こういう形で自分の生活に必ず使うようなものにすると選びやすいというか、まあ、生活必需品として選ぶのがまず一つ目の方法です。必要であるものをふるさと納税でチョイスするっていうのは一つの方法です。そして二つ目ですね、これ贅沢品です。私この選び方結構好きなんですけど、ちょっと普段買えないようなものとか、普段だったらスーパーで買わないなっていうようなものをふるさと納税で選ぶっていうのが二つ目の方法です。これ例えば何かっていうと、イクラとか明太子とか自分が好きなものでちょっと高いけど手が出ないとか、なかなか買わないなっていうものがあると思うんですよね。あと果物が人気なので、果物だと、まあ、高額の果物、なかなかスーパーでは買わないような果物を選ばれる方が多いようです。まあ、メロンとかシャインマスカットとかもね、スーパーで買うと高いじゃないですか。届くと嬉しいな、ちょっといいものだなっていうものを選ぶ。あとお肉ですね、家族がいる方で人気なのお肉です。いつも買うようなものとは違ってランクを上げて買うとか、A5 ランクのお肉を頼む、ちょっとした贅沢品を選ぶというのが選び方のおすすめ2つ目です。で、3つ目です。これは選ぶのは面倒くさい方向きはこれおすすめです。毎月定額のものってあるんですね。例えば毎月3万円ずつふるさと納税していて、この商品が届きますよっていうのを固定されているものがあります。もう選ぶのめんどくさいわとか、12月ギリギリだからもうとりあえず何でもいいから頼んでおきたいとかいう方には、この毎月定額のものおすすめです。選ぶ手間も省けるということで、3つ目おすすめの方法です。これはめんどくさい方向けですね。はい、そして最後は人気ランキングで選ぶ方法です。サイトの中覗いてみていただくと分かるかと思うんですけど、このジャンルでナンバーワンからナンバーテンまでランキングが出てる場合もあれば、この、ね、中では1位から5位までがありますよっていう方で人気ランキングが出てるんですね。これを参考にして選ぶと、まあ、皆さん毎年ね、ふるさと納税ね、もう今まで過去何回もしているって方が、やはりまた今年もこれを頼みたい、これが美味しかった、これが良かったって言って頼んでる中から、こう人気ランキングってやっぱできてきているので、人気ランキングで選ぶっていうのも間違いのない方法かと思います。ということで4つ目に紹介させていただきました。私がね、実際にしたふるさと納税は何かっていうのをちょっと紹介したいと思うんですけど、毎月定額のものは、我が家はいつもライドを何か頼んでおります。私が個人的にはこのちょっとしたね、贅沢品が好きなので、選んだものがマンゴーとさくらんぼを頼みました。マンゴーとか買わないじゃないですか、スーパー行って。産地から直接届くので、マンゴーも美味しいし、さくらんぼも山形のさくらんぼだと美味しいんですよね。もうあっという間にペロリと食べたんですけども、そういう形でちょっとした普段買わないようなものから私は選んでいますっていう形で、おすすめの選び方はこちらになります。選ぶ時の参考にしていただけたと思います。ふるさと納税の注意しないといけないことに、一つに上限金額があります。要はこれ以上寄付金、ふるさと納税を金額積んでやっても節税効果がないですよっていう上限金額があるんですね。その上限金額を超えてね、どうしても応援したい地方自治体があるとか、別に上限を超えても構わないんですけど、節税の効果がなくなってしまうんですね。この上限金額、やっぱ皆さん知りたいじゃないですか。いくらふるさと納税すればいいんですかってお客さんから聞かれるんですけど、シミュレーションをする必要があるんですね。で、このシミュレーションはパッとできるものじゃないんですよ。特に自営業の方は経理をしておかないとこのシミュレーションができないんですよ。まだ全部1年分経理の数字が揃ってないので、まあ、なるべく直近まで入れていただいて、まあ、11月頃まで出していただいて、様子を見て、あ、じゃあいくらぐらいいけそうですねっていう金額を出してしてもらっております。この上限金額なんですけど、じゃあ自分はいくらすればいいのかっていうと、本当にその方がいくら稼いでるか、いくら給料をもらってるかによって全然変わってきますし、まあ、家族がいるとか扶養家族がいるかによって変わってきますので、とそれぞれのふるさと納税のサイトでシミュレーションの簡単にできるものが今本当に充実しております。で、概要欄に URL 紹介しておきますので、そちらの方から入っていただいて、自分の該当する金額をポンポンポンって入れていただくと、大体の金額がザクッと出ます。計算してくれます。ですので、そちらの概要欄で各自で計算して、シミュレーションでいくら自分がふるさと納税すればいいのか、一番マックスはどこなのかっていうのを考慮して一度出しておいてください。最後、ふるさと納税のデメリットと注意点について紹介したいと思います。ふるさと納税は基本的に前払いのため資金繰りが少し必要となります。要は10万円のじゃあふるさと納税をしてくださいねって上限額のシミュレーションで出た時に、前払いするために一旦10万円は払わないといけないんですね。で、その後に所得税の控除があり、住民税が安くなるっていうことで後々についてくるので、一旦ちょっと払った感がすごくあるんです。なので資金繰りが必要だっていうふうにちょっと思っておいてください。出した申告のその次の春の時に
に住民税がたがるんですけども、その反映されてるかどうかっていうのを必ず住民税のお知らせっていうのが来るんですね。それが反映されているかっていうのどうかを必ず確認してください。これたまに漏れてる場合がありますので、きちんとふるさと納税の控除額が反映されているか、こちらの方必ず要確認するようにしてください。注意点2つです。まあ、一つ目、先ほどもね、また紹介しましたけど、自営業の方は経理をしておく必要があります。帳簿や経理を貯めないようにこまめに節税対策したい人は、この今回のふるさと納税に関わらず、節税対策は年内までですので、年を超えたらできませんので、必ずこちらの方、数字をある程度出しておく必要があるということです。そして二つ目です。締め切りがあります。ふるさと納税年内12月31日を超えてしまったら、次の年の節税になってしまうので、締め切りは12月の31日まで。控除証明書が届くのが年を超えてしまっても大丈夫です。それは大丈夫です。申し込みは12月の末までだと思ってください。今の時期やるにはとてもおすすめです。選ぶ余裕もあるじゃないですか。経理帳簿を進めておけるっていうふうに時間がありますので、あともう一つおすすめの点があるんですけど、今の時期だと各自治体も、例えばですよ、お米だったら新米が取れましたということで新しく出すんですね、ふるさと納税の商品を。で、今の時期はクリスマスケーキとかおせちとかも出てきますので、そういうものをね、ふるさと納税でしてしまいたいわとか、どうせ頼むものなんだったらふるさと納税で行ってプラス節税もオンにしようっていうお得な方法ができますので、やるなら早め、そして今ぐらい秋がおすすめです。まあ、納税やるなら楽しく選んでください。あと、めんどくさい人はね、うちみたいに定額でそういうものも選んでみてもいいかと思います。本当ふるさと納税はおすすめですので、ぜひ一度やってみてください。一回やってみて、あ、やっぱり自分はそんなに良くないなと思ったりしたら、次の年はやめればいいだけですので、一度やってみることをおすすめします。と、私ね、税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につけようということで、月額制の完全回線、顧問料に比べたら圧倒的に安い値段で税理士を味方につけるっていうのは、オンラインサロンを運営しております。相談や質問も、オンライン上でいつでも OK です。 Zoom で、私とコミュニケーション、やり取りをしたりするのを月1ヶ月か2ヶ月に1回は開催しております。税金や経理の話の時もあるんですけど、自分がどういう風に考えてビジネスをやっているかとか、こう YouTube の裏側とか、私の普段のスケジュールとか、他では流してないような内容も流しておりますので、ぜひサロンの方興味ある方は概要欄に URL を貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。じわじわと増えてきました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。高評価ボタン、あとコメントや感想、取り上げてほしいテーマなどありましたらコメント欄に書いておいてください。本日の動画も最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。チャンネル登録もよろしくお願いします。またの動画でお会いしましょう。